一番簡単に痩せる食事の取り方をお伝えします。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととても嬉しいです。また詳細欄に LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひそちらもご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこの食事の取り方をすると痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。まず1つ目です。それはあなたの腸内環境が整うからなんですね。もうこのチャンネルは腸活チャンネルですから、もう毎回ねここは外せないですよね。もうとにかくあなたがねもう今すぐ健康で綺麗に痩せたいんですってもう心からね願っていらっしゃると思うんですよね。その時にもう何はさておきですよ、この腸内環境が整っていればあなたは自然と痩せ体質に生まれ変わることができるんです。その逆になったらどうでしょうか。悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌ですよね。そういった菌がもう多く腸内にいてしまったまんま、いくらダイエットを頑張ったとしてもやっぱり根本的にこう痩せ体質になっていらっしゃらないわけですからね。もういろんな努力が無駄になってしまうわけなんですよね。もうそんなもったいないことはもう今すぐやめてほしいという思いを込めて、私はこの動画で毎日あなたに腸活を通じてもう先ほど冒頭でお伝えした通り健康的でも綺麗になっていただきたいんですよね。もう本来のあなたを取り戻していただきたいんです。でそのために今回はその食事の取り方をお伝えしていくわけなんですけども、腸内環境がまあ整っているかどうかが大事ということ、そして2つ目です。脂肪を代謝の促進をしてくれる効果がありますよってことになります。もうこれはね大事ですよね。だってそのどんどん溜め込んだ脂肪を燃やしてくれる効果を上げてくれるわけですから、これはやはり味方につけた方が早いわけです。結果が早いね、結果って早く欲しいですよね。わかります。そして3つ目、デトックス、これも大事なんですよ。あのいくらいいものを入れてもですね、もともと悪いものを溜め込んだままいくらいいものを入れても痩せることでできにくいんですよね。もうまずは断捨離ですよ。体に溜まった余計な老廃物とか溜め込んできた脂肪とかそういった余計なものを、水分とかですよ、まあ、いろんなこう余計なもの、まあ、ゴミです。お体に溜め込んだゴミをもう一斉に大掃除でさよならってやっぱりねしてあげないと新しいものって入ってこないじゃないですか。いかがですか。例えて言うならご自宅でもそうですよね。こう散らかった部屋にいくら素敵なものを置いて もう全然映えないじゃないですか。どこ行ったあれみたいな、もうそんなことだとやっぱもう買ったって残念ですよね。まずは散らかった部屋がきれいに片付いて見晴らしが良くなって、もう本当声がこだまするぐらいわんわんわん、うわーすっきりしたっていう中に、なんかこう素敵な鏡を置いてみるとか、お花を飾ってみるとかするからこそ生えるわけですよね。それと同じで、まずはいらないものを捨てましょう、体から全てっていうね、そういった形でやはり取り組まれた後にいいものが入ってくると、もうどんどんいいものが生き生きしてくれるわけですよね。ですから今からお伝えしますその食べ方、食事の取り方を変えると、こういった効果をあなたはゲットすることができるんですよってことです。では項目2つ目に移っていきましょう。では何をということで、今回その食事の取り方のポイントに大活躍してくれる食材がこちら、お野菜のきゅうりなんですね。このきゅうりの食べ方一つ工夫するだけであなたは痩せることができるんですよ。もともとこのきゅうりが持つ効能として、あなたの血液がねやっぱりサラッサラになるんですよね。このピラジンっていうその成分で、やはり血液がドロドロのままですと、もうとにかく痩せることなんかね、もう夢のまた夢ですよね。無理です。そもそもご病気になりますし、そのもう代謝も悪くなりますし、要は隅々に酸素や栄養が行き届かない、またその血液がドロドロなわけですから、もう無理
理なわけですよね。やっぱりサラサラと流れて末端まで栄養と酸素を運んでくれて、もう隅々まで細胞が元気になっていかないと燃やす体には生まれ変わることができないわけです。そういった形でその血液サラサラになる効果もある。そしてまたキュウリといえば夏野菜ですよね。あの理にかなってます。やっぱり旬のお野菜を食べるって理にかなってるわけですよね。でこれからどんどん暑くなってきますから、そういった時にその冷たいものとかそのアイスとかね、この炭酸で冷たいとかそういったので冷やすんじゃなくって、こういったお野菜がもともと持っているお体を冷やしてくれる効果を使って体内にこもった熱も出してくれますから、必要以上にその腸を冷やすこともないということになるんですよね。そして、まあ、痩せる理由としましては、このキュウリのね理由としましてまとめてるんですけれども、まず 1番目が食物繊維がもうすごく豊富に含まれているんですよね。この食物繊維をしっかり取ってあげないとすぐにお腹がね空いてしまうんですよ。ですから食べても食べてもあのすぐお腹が空いてしまうんですよね。ところがこの食物繊維をしっかりとってあげることで、その空腹感をね感じることなく次のお食事までいけたらよくないですか、ということで、まあ、この痩せる理由の一番目としては食物繊維を取れるから。それで2つ目、酵素の働きです。で酵素というのはやはり生野菜、生フルーツにねよく含まれているんですけれども、この酵素がすごく大事になってきます。このキュウリの酵素で言えばあのホスホリパーゼという酵素になるんですけれども、この酵素が大活躍してくれるんですよね。あなたのその溜め込んできた脂肪をその燃焼効果をこうアップしてくれるのがこの酵素になるんです。そして3つ目、キュウリはですねカリウムも豊富なんですよね。要はデトックスです。先ほどの大掃除のお話ですけれども、やっぱりむくんだままですね、いろんな余計な水分を溜め込んでしまったままだとなかなか痩せることってできないですよね。なぜかというとその体重の質って大事なんですけれども、体重とまあ一言で言っても質がありますよね。その体重の割合が筋肉なのか脂肪なのか、はたまた水分なのか便なのか、その割合で全然違うわけですよね。なので同じ体重50キロの方であったとしても、もうそもそも見た目が違うということになりませんか。なるんです。ですから体重の数字だけを気にしていてもダメなんですよね。もうそこはあんまり気にしなくていいんです。気にしないといけないべきところのポイントは質、ね、筋肉なのか脂肪なのか、ね、水分なのか便なのかっていう、そこがですねすごく大事になってきますよね。そこでこのキュウリを召し上がることでこのデトックス効果ができますから、むくみが取れて水分代謝が良くなって、しかも食物繊維も豊富ですからお腹すっきりデトックスができるわけですよね。そういったキュウリが持つ効果を味方につけましょうということになります。では最後の項目3つ目です。どのようにということで、今回は先ほど項目2でお伝えしましたそのキュウリをどのように食事に取り入れて食べていけば一番痩せることができるのかというその具体的な方法についてお伝えしていきますね。こちらです。痩せる食べ方というのがねあるんですよね。同じ量食べてても食べ方一つで全然効果が変わってきますから、こことってもポイントになります。まずポイント1つ目、食事が出ますよね、まあ、お膳でもどんなメニューでもよろしいんですけども、今から食べるぞっていう時に最初にまずキュウリから全部食べてしまいましょうということなんですよね。そうすることで先ほどの、まあ、生食で食べることにより酵素が働いてその脂肪の燃焼効果がどんどん促進するわけですから、キュウリを食べた後に召し上がった食べ物のその脂肪燃焼効果が高くなるわけですから、これを味方につけましょうねっていう食べ方になります。2つ目、キュウリばっかり食べちゃダメですよってことですよね。あの本当カッパさんみたいに、ね、キュウリ好きみたいな、あんなのではなくって、一緒に必ずタンパク質を取りましょうです。キュウリばっかり食べてても痩せません。なぜかというとタンパク質があってこそ痩せ体質になれるわけですからね。腸、まあ、臓器を作っているもと筋肉のもと全部タンパク質です、ね、余ったタンパク質がこう髪や爪になるわけですから、もうとにかくタンパク質大事なんですよ、ということで必ず一緒にタンパク質を取りましょうです。例えばお肉、お魚、
豆腐、大豆製品、卵、そういったもので必ず、まあ、手のひら一つ分ぐらいの量を一緒にきゅうりを食べた後にですね召し上がっていただきたいなと思います。そして最後、きゅうりを食べるときはもちろん無添加の調味料で召し上がってくださいねってことなんですよね。ここがポイントなんですよ。ここね、落とし穴なんですよ。実はあなたもいかがですか。なんでこんなに痩せる食材を食べてるのにもかかわらず、例えば私がね、先生がおっしゃってたあの食材食べてるのになんか変わらないなっていう時は、味付けに問題があると疑ってみてください。要するに使っていらっしゃる調味料が悪いんですよ。私がダイエットプログラムサポートしてるねクライアントの方もそうなんですけども、その方もまあ健康意識がお高くってね、その食べるそのもの食材は気をつけていたんですね。お野菜を中心に取ってみたりとか。ただご本人曰く、先生しまったって、調味料はノーマークでしたって、もうバカだったって、もうあの調味料さえちゃんとしたの使っとけば私今頃もっと痩せてたのにっておっしゃっても、今でもねちゃんと痩せてらっしゃるんですけども、その方がすごいのは、もう今まで買い込んできた調味料をもう全部使わないようにねビシッと決めたんですよ。もう処分したっておっしゃってましたね。まあどう処分されたか分かりません。人に差し上げたのかもしれないし、捨ててしまったのかもしれません。そこまでは私もね伺わなかったんですけども、とにかくもうあると使っちゃうと、ちょっとやっぱりねもったいない意識って出るじゃないですか。でもやっぱりこれ使ってたらいつまで経っても痩せないって、もうね覚悟を決めてスパッとね処分して、もう完全無添加で原材料一回一回チェックして、全部もういろんな調味料をその方はね買い揃えて、今まで使ってた材料なのに調味料を変えただけで痩せてきたんですよ。先生すごいっておっしゃってましたね。なんだって、せっかくいいと思って食べてたのが実は味付けが問題で、私調味料で太ってたんですねって、教えてもらってよかったですってね、もう本当喜んでくださってて、私もすごく嬉しかったんですけども、その方の素晴らしいところはもう即行動したっていうね、そこです。もう成功する方って行動力がすごいんですよね。ただ大丈夫なんですよ、あなたも。そんなね難しいことじゃないんですよ。今まで食べていた食材や調味料、要は口にしていたものを、私がこのチャンネルでお伝えしている材料、もういろんなものをご紹介してますから、これがいいですあれがいいですって、もうあなたに絶対ヒットするものがあるはずです。それを一つずつ置き換えていけばいいんですよ。あなたが悪いじゃないですよ。痩せれないのはあなたが悪いんじゃなくって、あなたが今まで選んできたものが悪いだけなんですよね。ですから選ぶものが変わればあなたは変わる、必ず変わりますから、ぜひいろんな腸活メニューを取り入れてみてくださいね。ちょっと話が脱線しましたね。調味料の話ですよね。うん、そうですそうです。以上の食べ方をされるといいんですが、ここで注意が一つあります。先ほどお伝えしましたが、きゅうりって夏野菜なんですよね。そして夏に食べれば余計な体の中の熱を取ってくれて、自然と冷えることができるんですが、逆を返せばお体が冷えるわけですよ。わかりますよね。女性は特にお体を冷やしすぎてしまうと太ります。ですからこのきゅうりも一度にですよ、1本も2本も食べないでくださいってことですよね。食べ過ぎは NG です。私はどうしてるかと言いますと、きゅうりを必ずぬか漬けとして、ぬか床に漬けたものを発酵野菜として食べてます。そうすると体も温まりますし、そもそも冷えませんしね、冷えにくいものに変わることができますから、おすすめなんですよ。でまたここの調味料のところも、私は手作り調味料を使ってきゅうり食べてます。例えば塩麹、醤油麹、味噌とか、あとニンニク味噌とか、まあ、こういった発酵しているものをちょっとつけて、まあ、お塩でもです。天然の岩塩とかミネラル、ビタミンがいっぱいそのまま残ってても美味しい塩ってありますよね。栄養たっぷりの、あいたのこれちょっとつけてもポリポリ食べるってもめちゃくちゃ美味しいですよね。私の一人娘ももうきゅうり大好きで、特に彼女はですね、多分ね
主人にいて将来酒飲みかなって思ってるんですけども、とにかくつまみ系が好きなんですよ。でキュウリ食べる時もあのおしゃれなドレッシングとかよりも彼女はですねニンニク味噌が好きなんですよね。まあ、さすが私の娘ってね、あの思われた方もいると思うんですけど、もうとにかくママニンニク味噌でキュウリつけたら美味しいって、まさかのボリ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 ね、まあよく食べていくんですけども、まあ、それぐらい彼女もキュウリが好きですし、私のクライアントの方も、もう先生私キュウリ大好きなんですって、でもあまりにも好きすぎて良くないって分かってるけど、やっぱり生でその冬でも食べてしまうっておっしゃるんですよね。もうとにかく生野菜が好きで、まあ、いい面もあるんですよ。生野菜ってやっぱり酵素が豊富ですから、加熱よりもやっぱり生の方が酵素量としては丸なんですけど、残念な面とやっぱ冷えちゃうんですよね。やはり煮物とかのお野菜よりも生野菜は冷える、腸内がですね冷えちゃうから腸が動かなくなってしまうんですよ。だから適量が大事で、その方がおっしゃるにはものすごく好きすぎて、やっぱりもうその準備前にこう準備した時にね、もう先に食べちゃえってこうパクパクって食べる、もう一本平気でペロッといっちゃうっておっしゃるんですよね、その方。でも食べた直後からお体がサーって冷えるのが分かって、先生寒い冷えてるってね、あのもう可愛い方なんですよ。もうすごく痩せてらっしゃってね、もう調子でスラッとしてる、もう素敵な方なんですけれども、まあ、そういった方も分かってるけどついつい食べてしまうから先生気をつけてますっておっしゃってね、あのそんな笑い話もしてくださるんですけれども、やっぱりキュウリって本当に痩せるんですが、一方では冷えるお野菜ですから、まあ、食前にね召し上がるときはちょっと量にも気をつけていただきたいですし、冷えた後はちょっと温かい味噌汁を飲んで中和してみたりとか、その冷やしっぱなしにしないっていうのも痩せるポイントですから、ぜひ参考にしてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は簡単に痩せる食べ方、食事の取り方ということで、最初にキュウリを食べてしまいましょうということで具体的な食べるポイントをお伝えしてきました。ぜひ簡単にできますから、あなたも時々取り入れて腸活メニューとして取り組んでくださったら嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。